皆さんこんにちはただいまから土地活用プランナー認定試験対策講座を始めてまいります担当は講師の平柳と申しますよろしくお願いいたします さてこれからですね土地活用プランナーの認定試験に向けましてのですね対策講座というのを始めてまいります使用しますテキストは、試験の実施団体がですね発刊しておりますテキスト、土地活用プランナーの養成講座テキストというもので、ちょっと中の表紙の方の方だけ見せますけれども、こちらですね。 土地活用プランナーの養成講座テキストとということですでテキスト自体は「上中下というふうな3つのですね管からなっておりまして、まあ、かなりのですねボリュームという形になっていますけれどもこれをですね時間的にはまあ,あそうですね9時間から10時間ぐらいですかねの内容として講義でできるだけまとめていくという形になります。 で分量が非常に多いテキストになりますのですべて,ての内容について言及することはとてもではないですができません。したがいましてですね、えー、内容としてはですね試験対策に特化した形で、えーまあ、どういうところがどういう形で聞かれたりしているのかあるいは聞かれる可能性があるのかということを意識して話をしていきたいと思います。でえー、ご承知の方も多いかもしれませんが土地活用プランナーはですね、えー、過去問自体が公表はされておりません。 公表されておりませんので、まあ、要は一般的に例えば、宅建士ですとかマンション管理士ですとか管理業務主任者ですとかそういったような不動産系のいわゆる国家資格ですと、まあ、試験問題が公表されていて。 で受験生としましてはですねそれをもとに、まあ、あの過去の本試験の問題を分析をしたりあるいは繰り返し解いたりしてあこういうふうなところがこういう形で聞かれるんだなっていうのを抑えた上えで、まあ、本試験に臨むと、まあ、そういうふうなまあ受験対策ということができるわけですけれども、まあ、土地活用プランナーは今話しましたようにですね過去問自体が公表されておりませんので受験生の皆さんとしてそういった形の学習をすることが難しいと。たただ私はです、ねまあ、ですすねね会の方から依頼を受けたりもしましまて 講義もしたりもしておりますのでまあ、私自身は過去問自体をですね全てここで見た上で講義に臨んでいます で過去の本試験の問題を見ますとね、えー、実際に出題されている部分というのは、まあ適その中でですね、まあ、それなりにま限定された箇所になってきている。つまり出題される箇所が集約されてきているというのが見えてきます。でそこでですね、この試験対策講座におきましては、まあ、過去の本試験の問題を私が分析した上で、まあ、どういうところに集中して出題されているのか、えそれからどういう形で出ているのかということをまあ、時間の限りではありますけれどもお話をしておきたいと思います。ですから講義の中で私が適 ででで強調した部分すすとかあるいはですね、えー、ここはよく出てますよというふうに言った部分につきましては、まあ、文字通りの意味ということになりますので、えー、きちんと意識をしてですね学習をしていただきたいということになります。 でそれからテキストのですね性質についても少しお話をしておきたいと思うんですけれども、まあ、この土地活用プランナーの養成講座テキストはですね常駐、まあ、下間と3つあるというふうに話をしましたが、まあ、いわゆる基本的な知識の部分が書いてあるものもあれば実務的な内容が書いてある部分もですね多分にあります。でその意味では学習をするという観点でまとめられているテキストというよりもですね、まあ、文字通りの土地活用というものをですねしていくそしてまあそれに関するプランニングをしていくということを念頭に置いたかなりの実務所的な一 続けもですねあります、まあ、ですでのでえ実際に細かく読んでみていただきますとものすごくですね、えーまあ、ある意味興味深いとかあるいは土地活用を実際にする上では,上では参考になるような話というのはたくさんあるんですねたくさんあるんですけれども、まあ、わずか9時間なり10時間なりの講義の中では、まあ、当然ですけれどもですねそういったところについてこ、えー、まごま触れることはできないと。 まそこで先ほど言いましたようにですね、このテキスト、まあ、実務所的な位置づけもあるテキストを試験対策という観点からですね、フィルターを通してそして、まああの、飛び飛びにはなるんですけれどもピンポイントで出題されている箇所をですね、まあ、あの当たっていくとでそしてその講義を受けていただいた後に皆さんがですね、本試験までの間に学習を継続していただければ、まあ、十分、都市活用プランナーの試験にですね、合格ができるような内容にしていきたいというふうに思っております。 さあそれではではすね、早速ですけれども内容の方に入っていきたいと思います。まず上巻のところからということになりますけれども、えー、上巻につきましてですね、目次をちょっとご覧ください。えー、上巻についてまず目次として第1編総論のところから始まりまして第2編法令編それから下の方に移っていただいて第3編で資金計画ですね第3編。 資金計画ですね、それから第4編で税務編で、目次次のページに移っていただきまして、第5編で建築設備編ということで、この長官はですね5編の内容から成り立っているという形になります。で試験問題はですね分析をしていきますと、何が見えてくるかというと、その編ごとにですね必ず何段かの問題が出てきているという状態なんですね。まあ、本試験そのものののもですね実施の形態は40問 でですね40問で4択の形式ということになっていましてまあ、ですね時間もちょっと厳しい部分もあるにはあるんですけれども、まあ、内容的にですねその各編のところからバランスよく出題がされていると要するに例えばある編の中からですね本試験で出題されないような編があるかというとそういう編は ないわけですこれは上巻中官下巻す全てですね上中下巻の全てにおきまして全ての辺で必ずですね何問かずつの問題が出題をされていると。でその問題出題される台数に関しては辺ごとにちょっとですね、えー、差はあります。 あるいは六問出るような編があったりとかということで、まあ編ごとにそのですね重さは多少変わりはしますけれども、まああの下巻まで含めて全部でこれ、えー、上中下で下巻までいきますと十四辺ある十四編になりから成り立ってるんですけれども、十四辺のすべての辺からですね出題がされているということになります。まあですからあの飛ばしていい辺があるわけではないんだなっていうことは一応認識をしていただいて、まあその上でどういうところがじゃあこの辺では出てこの辺の内容としては出てくるんだろうかということを意識して学習していただきたいという。 ということですさあでは、ですね内容の話に入っていきますけれども、まずは第1編、ご覧いただきたいと思います。第1編のですね扉の目次のところ、ですねページとしては1ページと書いてあるところですが、総論に関する話です。 で、この第1編からは例年3問の出題がなされています。第1編からは例年3問の出題です。あの、基本的にまあ各編でどのぐらいの問題が出題されているかというものもですね。参考にあの必ず最初に申し上げますので、まあ、必要であればメモ等を取っておいてください。第1編からはあ3問の出題というのが一般的です。で内容としてですね。えまあ、第1章が土地活用と土地活用プランナーの役割。第2章が土地活用プランナーの業務フロー。 第三章が都市活用にまつわる市場の増加という形になっています。さあでその中で最初のまずは第一章ですね。これをご覧いただきたいと思いますけれども、都市活用と土地活用プランナーの役割というものについてです。で最初にですね本章のポイントというところで各章ごとにポイントがあります。まあ極めて簡素な形ではありますけれども全体像を把握するためには役に立ちますのでね適宜確認はしてください。 まあ、あのまず1番目で土地活用の意義、これはまあ優れた土地活用のイメージを持つということ、それから土地活用における留意点、これをまあ確認をするということですね、それから2番、土地活用プランナーの使命と心構え、これは関わる人を幸せにすることが使命であるということを抑えると、それから3番、土地活用プランナーの資格の活用で、まあ、土地オーナーだったり、あるいは独立、それから企業内、さまざ、あ、まな立場で活用ができますよということですね。 さあではですね内容の方に移りますが下に移っていただきまして1番まず土地活用とはということですこれはまあ出発点の話ですから前提として確認をしておきましょう1番土地活用とはで1番目土地活用の意義ですね え土地活用とは一言で言えば所有する有給地などの低未利用地を収益資産として有効活用することですということになっていますまあ、要するに持ってはいるけれども活用されていない土地まあ、これが所有する有給地ということですねえそういったまあ低利用地あるいは未利用地えこれをですね収益資産として有効活用するということになります 2段落目ですがもっとも一口に土地活用といっても土地の広さや形状、立地条件によって土地を生かす方法は大きく変化をするとさまざ、あ、まな利用の方法があるってことですよね。賃貸住宅を建てて活用するとか賃貸オフィスや店舗を建てて活用するとかコインパーキングとして利用するとかですねあるいは事業用の定期借地権を設定して活用するとかさまざ、あ、まな活用の手法があるわけなんで。 その中からですね、まあ、より良いもの、まあ、最適なものですねこれを見つけ出すということが、まあ、容易ではないんですけれども必要なことなんだということになってくるわけです。はい、で続いてですね今度見ていただきたいのが少し飛びますけれども4ページ目に飛んでください、4ページ目をご覧いただきましてここちょっと試験で出題をされるところになってきます。 4ページ目の2番ですね。土地活用プランナーの使命と心構えというところです。この内容は本試験ではですね、ほぼ毎回出題されるような論点の内容に関わってきますので、確認をしていただきたいと思います。まず2-1、土地活用プランナーとはってことですね。土地活用プランナーは土地オーナーに寄り添いながら専門知識や経験、人脈を駆使して土地活用事業を成功へ導くスペシャリストだということになっています。 さまざまなですね専門知識を幅広く身につけてえ関連するですねまああの事業者たち例えば設計事務所や建設会社不動産会社や賃貸管理会社えそういったところなどと連携をしてプロジェクト全体を成功に導くんだということになります。 でその上で次、ですね2段落目この2段落目は非常によく出題されますので、えーまあ、出題されるところに絡んできますので、えー、しっかりと押さえてください。土地活用プランナーは土地活用プロジェクトの全体を統率をし必要に応じて測量士だとか司法書士、弁護士税理士といったような専門家と連携しつつプロジェクトを成功へと導く優れたコーディネーターとしての役割をも果たすということですね。でこれをちょっと意識しててて押さえておいていいたただきたいんです でこの部分ですね、出題されるときにどういう形に注意をしなければいけないのかということなんですけれど要は、ですね、土地活用プランナーは、まあ、専門家としてですね、べてをみずから、まあ、あの要するに対処することができる必要があるかどうか、まあ、要するに専門家に頼らないで土地活用プランナー自らがプロジェクトを成功へ導くことが期待をされているのかどうかということが、まあ、聞かれることが多いです。 で最後のところの行に書いてありましたけれども卒業プランナーのまあ、位置付け役割は コーディネーターなんですねこれを忘れないようにしてくださいコーディネーターでコーディネーターということは自分自身が全てに対処をするということではなくて、えー、専門的なですね事業者あるいは専門的な事業の人たちですねそういった人たちの間を取り持つんだということですね文字通りコーディネートをするということえー、そういう位置づけが期待をされているのがですね土地活用プランナーなんだということをまあ、忘れないようにしていただきたいということになりますまあ、ここが大きなポイントの一つということになってきますね はい、それから次のページご覧いただきまして、まあ、上の方の図をご覧いただきますと、その内容が書かれています。土地活用プランナーは事業を成功に導くコーディネーターだということですね。この位置づけを忘れないようにしておいていただきたいということです。はい、それから次にですね、今度、ちょっと飛んでまた飛んでいただきますが、次のページ、6ページ目をご覧いただきまして、6ページ目の上の3番。 土地活用プランナーの心構えということですね。さあこれも試験ではよく出題される内容の1つになってきますのでしっかり押さえておきましょう。ではちょっと確認していきますが土地活用に関わる人たちを幸せにするという観点から土地活用プランナーには必要であればプラスの点だけではなくマイナスの点についても正直に依頼者に説明をするということが求められるとこの部分ですねマイナスの点についても正直に依頼者に説明することが求められるという視点これを忘れないようにしてください。 で例えばという例の方でまあ、イメージをしていただくといいんですけれどもまあ、賃貸住宅建設して土地活用したいしたいんだというふうな依頼をされましたとでその時にプランニングを進める過程でいやこれは現時点においてはこの土地に関する活用の上で賃貸住宅を建てない方がいいんではないかというふうな結論がまあ、出たとしますねでその場合につきましてはまあ、いわゆるその土地オーナーがですね賃貸住宅建設して活用したいんだというふうに言ってるんだからまあ、自分がプランニングをする過程において今建てない方がいいんじゃないかな なないう,ふうな結論が出たとしてもですねじゃあそのオーナーの期待に沿ってそれを推し進めるべきだという話になるのかというとそうではなくてやはり何か問題があったりとかあるいは現時点ではちょっと立てない方が良いんではないかという,ふうな結論が出たこれは要するに、えー、オーナーナナのの希望からすするとマイナスの点になりますよねでそういった場合についてはそういった事業を中止をしたりとか修正をしたりするというような提言 ここれも必要だとということなわけですですから単にプラスの話をするだけではなくてですねマイナスの点が明らかになったならばそれを依頼者にきちんと説明をしておくということでどういうふうな形にまあ動いた方が良いのかというふうな提案をしていくということですねこれがまあ重要なんだということを忘れないようにしておきましょうでこのあたりも試験ではですねこの方向性この記述の方向性と逆の内容を、まあ、書いてツで,ですよというふうな選択肢がまあ結構出たりすることが多いですということですね。 まあ、土地オーナーの、まあ、希望に沿って、えー、自分がプランニングしてマイナスの部分が見えたとしてもそれをですね、えーまあ、あの土地オーナーの意向に沿った形で推し進めるべきだという方向性の選択肢これで、まあ、×にするとかですね、まあ、そういうのが定番の出題ということになります、はいまあ、以上ででしたでは次に移ります。 今度はですね、下の方にちょっとまた移っていただいて、4番目ですね、土地活用プランナーが持つべき視点っていう話なんですけれど、この持つべき視点の中でですね、重要なのが次のページ、7ページ目に移っていただきまして、カッコ2番目です。7ページ目のカッコ2番で、長期的視点の重要性というのがあります。で、このカッコ2番も試験ではよく出題をされていますので、ちょっとですね、意識をして押さえておいていただきたいと思います。 で内容を、ね、冒頭から確認をしていきますけれど、まあ、これからは10年後、20年後30年後を見据えた都市活用が必要だというふうな話が書いてあります。でえー、まあ書いてある中身はです、ね、そういうふうな視点での内容の記述がずっと下に書いてありますので結局まあ何がこの中で,です、ね、書かれているのかといいますと短期的な視点だけでは足りないのだということこれをまあです、ね、意識をしましょうということをです、ね、試験では聞かれることが多いです。 でこの長期的な視点というもの自体もですねそのいわゆる依頼を受けた土地オーナーが、えー、生きている間だけではなくですね、えー、そのまあ土地オーナーが亡くなった後に相続等によってですね、えーまあ、あの相続人に受け継がれていくわけですよねその資産が受け継がれていくでその受け継がれた後も含めて、まあ、見据えたような土地活用というものが必要ですよという,ふうなことがですね横本試験では聞かれたりしています。 でですのでキーワード的な話でいきますと、過去2番の2段落目をご覧いただきまして、2段落目の最後の行に未来予測型の業務という言葉が出てきますよね、この未来予測型の業務ですね。こういった未来予測型の業務なんていうふうなところは、理解をするときの方向性として、意識をしておきましょうということになります。そんなところですかね、ここについては以上でおしまいといたしましょう。 1> で第1章につきましてお話をすべきところはこんなところということになります。では続いてですね、ページまたちょっと飛びまして、第2章ですね、10ページの方をご覧いただきたいと思います。第2章10ページの方ですけれども、土地活用プランナーの業務フローというものについてです。 まず本省のポイントのところですけれども1番目が土地活用の成功までの流れ、まあ、ビジョンや目標を定めて戦略戦術を導き出すということですねそれから2番目土地活用プランニングの3つのポイントということで、まあ、総事業費の正確な把握それから収入家賃の健全な把握そして支出の手堅い把握というのがまあ3つのポイントですよということになっています。 まあの繰り返しですね後々の方でも似たような話、えまあ、重要な話だからこそだと思いますけれども、テキストに出てくることもありますが、まあ、のそういったところも、ですね、えー、必要に応じて確認をしていきます。でまずですね1番目、土地活用の成功までの流れということで、下の方から文章が続いていきますね。でここにつきましては、具体的なイメージの図が次のページにありますので、これをちょっと見ておきましょう。11ページの上の上図ですねこれご覧ください まあ、土地活用の成功の全体像ということですね。でやはり土地活用をですねするためには、まずは最終的に、まあ、最終的なですねところでの細かいですね、えー、具体的な作業等に移るよりも前に、ビジョン自体が重要だということになります。例えばこれ、具体例として挙げてあるビジョンは、例えば学生に良質な住環境を提供するというふうなビジョンとかですね、でこういったビジョンをですね、えーまあ、まずは考えていくと、掲げていくと。 で掲げていたたならばそののビジョンをを達成すするるめめ目標を次に決めるわけですねじゃあ学生に良質な住環境を提供する、えー、それはですねどういうふうな形それをビジョンとしてやる場合にどういう目標をまあ立てるのか、まあ、この場合であれば勉学に専念でできるよううな家賃を設定していいくということこすね、えー、そういった要するに家賃が高くって、えー、勉強するよりもですね例えばアルバイトなんかをすることに気が回ってしまうとかっていうんではちょっとねという話になったりしますんでじゃあ学生に良質な住環境を提供するんであれば あれば勉学に専念できるような環境具体的には家賃をそれほど高くしないでです、ね、いろいろと勉強をきちんとすることができるような、まあ、あの賃貸住宅とかそういったものをですね建てようとかいう形になるわけですねでその目標を定めましたらその目標をですねに近づくための具体的な戦略だとか戦術だとかですねシェアハウスを作っていくとか建築費を抑えていくとかっていうふうな形の具体的な戦略戦術というものを練っていくということになるわけです。 でこのようにして初めて、えー、都市活用というものが、まあ、成功していくんだということになっているわけですね。まあ、それをまあイメージとしては持っておきましょうということです。はい、それからあこれらのですね流れにおきましてはこれ大きな話として今、ざっとですね確認をした図の内容ではありますけれどもこれ具体的にはどのように実現していくのかといったら当然ですが事業収支計画というものをですね作っていくんだということになるわけですね。それが下ににありりままますす番目事業業収支計画書ののの作成までの業務フローの概要とということになります で具体的な内容は次のページ12ページをご覧いただきましてで、まあ、これは細かく覚えたりする必要は全くありません、まあ、試験で直接聞かれるという話ではないですのでね。ただまあイメージを持つためには流れをしておいても良いと思いますので左側の方ですね、上からざーっと流れを読んでみてください、まあ、まずは土地オーナーの特性のヒアリングをするそれから土地オーナーの土地活用の目的こういったものをです、ね、見据えていくと。 で所有不動産を調査しそれから土地を調査しマーケティングをし資産の評価それから都市活用のメニューを考え設計や仕様というものを具体化していってで工事費 そして、事業収支の計画ということですね。まあ、事業収支の計画書というものを最終的にですね。作って土地を内に提出をし、まあ、これがプランニングになっていくということになるわけです。けれども、その事業収支計画書を作るまでの間にもですね。上にのまあの上、今、今まで上から見てきたような様々なまあ過程を経てですねそれを行うのだということになるわけですね。まあ、その点を確認をしておきましょうということになります。 はい、それから次のページ、13ページですけれども、土地活用プランニングの3つのポイントです。でこれはちょっとです、ね、別のところでまた詳しく出てきますので、ここではあまり気にしすぎなくても結構ですけれど、えーまあ、あの土地活用プランニングをです、ね、きちんと行うためには、まあ、総事業費を正確に捉えるということ、それから収入家賃を健全に捉えるということ。 それから資質を手堅く捉えるとということですねここ、まあ、こうういいっったとととが必要になってきますということですですででからまあ事業費がどれぐらいかかるのかということは当然把握していないと、まあ、土地活用のですねにはまあ至らないということになりますしそれから収入家賃を健全にというのは要するに厳しめに見るということですね、まあ、家賃がいっぱい入ってくるということを前提にしてしまいますとやはりまあ長期的な計画としてはですね、えー、まあ計画が甘いということになってしまいますので収入家賃は厳しめに捉えておくということですね。 空室が出るようなことも想定をしたりしてということです。 それから今度は支出,支出を手堅く捉えるというのは支出もですね、あまりお金は出ていかないという前提で計画を立ててしまいますと当然ですがやはり計画が甘いということになるわけですね定期的な修繕だったりとかあるいは現状回復だったりとかあるいはですね、大規模な修繕だったりとかが行われたりすることがあるわけなのでそういった費用に関してはある程度多めに見積もっていったりするそれが手堅く捉えるということですね。入ってて、ててくくくる分分はは厳しめめにに捉ええ出ていいですね、多おとう まあ手堅い計画になってくるということになるわけですまあ、そのあたりを確認をしておきましょうはい、まあ、以上が第2章についての内容ということでしたえそれでは続きまして今度は14ページをご覧いただきまして第3章ですねえ第3章は土地活用にまつわる市場の動向についてです でここではですね、試験レベルで重要な話が結構出てきます。この第3章はですね、非常によく出題されるところが何箇所かありますのでちょっとそこについては意識的に話をしておきたいと思います。でまずですね、本章のポイントを見ていただきますと1番目、地価の動向これはまあ一物5価というんですけれども一物5価の内容や地価の算定方法これをまあ把握をするということですね。でこの1番の地価の動向は試験では非常によく出題をされています、1番ですね。それから2番目、金利の動向を抑える。 それから3番、消費者物価,物価指数ですね、その動向を抑える、それから4番、空き家の増加の状況を抑える、それから5番、建設事業による経済的効果を抑える、それから6番少子化、少子高齢化と今後の市場動向を抑えるということですね、まあ、以上ですね、6, の6つのポイントから成り立っているということです。 で先ほど言いましたようにこのうち1番、まあ、非常によく出題されますあと他には5とか6ですねこのあたりがよく出題される項目ということになりますので今回の講義では限られた時間ですからそこにちょっと注目をして話を進めていきたいと思いますでは下に移りまして1番地価の動向ですね地価の種類と算定方法ということですけどもまず括弧1番目地価の種類です地価とは文字通り土地の価格で地価ですね 最も一口にまあ地下といってもです、ね、その表示の仕方にはさまざまな種類があるんです。で具体的には以下,以下のですね一から五の5つの種類がありましてこれを一物について5つの価格ということで一というふうふに言ったりします都市活用プランナーはそれについて全て正確に内容を把握している必要があると書いてありますね、まあ、だから試験では出てくるということになってくるわけです。で具体的にその5つちょっと大きく見ちゃいますけれどまず一番が実勢価格というものです。 それから次のページを見ていただきまして15ページの真ん中あたりで丸2工事価格それから下の方に移っていただいて丸3基準値価格それから丸4路線価そして最後に16ページに移っていただいて丸5の固定資産税評価額ということになります。 で、こういった一物について、5つの価格があるわけですね。で、それぞれですね。内容だとかまあ、目的だとか、実施の時期だとかっていうものがですね。大きく変わります。 一応の大雑把なまとめというものは16ページの一番下に表でまとめてあります。最終的にはこれもですねちょっと頭には入れていただきたいところなぜかと言いますとこの表の内容自体が直接試験で聞かれる部分もあるからです。まあ、代表的な部分は地震の時期だとかがきっかけで使われたりすることがありますよということですね。まあ、そんなところがあったりします。あとはそれぞれのですね定義が重要になってきますので戻りますけれども14ページですね。 見ていいいきたいと思いますすページの下の下実価格からで,すでこの部分が試験で出題される時にはどういう形で出るのかといいますと先ほど言いました一物語化の定義系の問題がよく出るんですねえつまり実勢価格とはこれこれであるで丸とかバスとか固定資産税評価額とはこれこれであるで丸とかバスとかえ路線価とはこれこれであるで丸とかバスとかっていうふうないわゆる言葉の意味がです、ね、適切にまあ理解できているかということを問うような問題が非常にまあ多いということになります。 その際にはですね、引っ掛けの形として使われるのは先ほど言ったそのような価格を表示するためのですね、えー、まあ,あの調査等をした上で表示がされるわけですけれどまあいつのですね、えー、時点のその価格が表示をされるのかとかあるいはですね、何月何日のとかって意味ですよそれが表示をされるのかとかまあ基準がそれぞれありますのでね、そういったところが引っ掛けられたりあるいは定義そのものを入れ替えたりして引っ掛けを作ったりします。例えば、えー、実製価格ととはっていうふうふな問題ののでですすね、ね、続く文のところにです、ねえー、路線 に関する定義を入れて、でそれは実質価格の定義の選択肢のはずなのに内容が路線化の説明になってますからバツですよとかですね、まあ、そういうふうな出題がされるということです。ですから皆さんは、えー、これからまあ出てくるですね、マルからマルまでのいわゆるその価格についてのですね定義をきちんと確認をしておきましょうということになるわけです。 はいでは行きましょうまず十四ページ下の方でカッ一の丸一実勢価格ですまあこれは大したポイントはありません実勢価格は実際に市場で取引をされている価格のことですということになりますねまあそこだけ確認をしていただければ良いでしょうということになりますはいそして次に移りますえ今度は十五ページをご覧いただきまして十五ページの方で丸二番 工事価格ですね。工事価格、これ、まあ、冒頭の表現、よく注意して見ていただきたいんですが、地下工事法というものに基づいて、国土交通省の土地鑑定委員会が、適正な地下の形成に寄与するために、毎年1月1日時点、はい、これをきちんと押さえておいてくださいね。毎年1月1日時点における標準値とされるものの正常な価格、これを3月に工事をするというふうなものです。毎年1月1日時点における標準値の正常な価格、これを3月に工事をすると。 いうものになります。で、まあ社会や経済活動についての制度のインフラになっているんだということ、まあ、こういったところを確認しましょう。で、じゃあこの公示価格の主な役割、これも試験で聞かれたこともありますので確認しましょう。公示価格の主な役割は、一般の土地取引に対して指標を与えること、それから不動産鑑定の基準となること、それから公共事業用地の取得価格算定の基準となること、それから土地の相続評価および固定資産税評価についての基準となること。 それから、国土利用計画法による土地の価格調査の基準となることなどとされていますよ。ということですね。ま工事価格の定義それからあとはその役割こういったところを確認をしておいてください。では、続けて今度は丸3番。え、丸3番は基準値価格です。国土利用計画法施行令9条に基づいて都道府県知事が毎年7月1日はい。これを押さえといてくださいね。都道府県知事。 で、7月1日です。における標準価格を判定をし、9月の中旬に公表されますよということになります。まあ、メモのところも後で参考に見ていただくと良いですかね。はいそれから次、下に移りまして路線化、はい。これ重要ですね。非常に重要です。路線化。 見ていただきますと国税庁が毎年1月1日ですね、えー、これまあチェックしてください1月1日に道路に面した土地の価格をまあ調査をする道路に面した土地の価格なんで路線の価格ってことなんですね路線価というふうに言いますこれを調査をして4月上旬頃に公表しますということですねでその後これ重要なところです路線価は土地の相続税だとか贈与税の課税価格の目安となるもので工事価格の80% 80の水準といいいううふうになっってててますこれ知っておいてくださいね工事価格の80%の水準、こういうパーセンテージを引っ掛けで使ったりすられることも本試験ではありますので、気をつけておきましょう。工事価格の80%の水準ということです。だから、工事価格に80%をかける、まあ、掛けを工事価格に8掛けをすると、路線価が出てくると、逆には路線価を8で,です、ねまあ、割り戻すと、工事価格というものが推定できるということになるわけですね。まあ、そこを確認ししておきましょう で工事価格だとか基準値価格は点の話なわけです。ですけれども路線価は道路に沿って評価しているとさっきやりましたよね工事価格っていうのはですねいわゆるその標準値というふうな地点ですねある地点の話それから基準値価格につきましてもですねこれはまあ基準値というところを前提にしたところでの価格ということで点になるわけですけれども。 路線化は文字通り道路というものを前提にしてますので、道路に沿って評価をしていると。ですからま市街地であればほぼ全ての土地の評価を調べることができるということになります。まあ、そこを確認をしておきましょう。あとまあその後ですね、書いてあるまあ計算の推計の話は読んでいただければ足りるかなと思います。はい、では次のページを見てください。16ページです。